今田美桜、桐姫からの宣戦布告に、目黒蓮、春は最強チームで立ち向かうトリリオンゲーム。目黒蓮、スノーマンが主演を務めるドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時から10時54分、TBSK の第8話が、9月1日、金曜日に放送される。第7話、8月25日放送、では、ソーシャルゲーム開発で得た大金をもとに、インターネットテレビ局、トリリオン TV を立ち上げた春、目黒、戸隠、佐野優斗、とりんりん、福本莉子。第8話ではドラゴンバンクに対抗し、収益を伸ばすための一発逆転の案として、国民的人気アニメスタジオ、ポコラの新作の独占配信を目論む。原作、稲垣理一郎。作画、池上良一の同名漫画を実写化した同作は、世界一のわがまま男、の春、目黒、と、気弱なパソコンオタク、の岳、佐野、という正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。日本最大の IT 企業、ドラゴンバンクの取締役で、多言語を操るクールで強欲な才色兼備の女性、桐姫を今田美桜。